ててを否定されるるが目の前に出てくるわけですよそうすると自分を守るっていう発想がこうぐうわーっと出てくるわけですよ。でまあある意味よく自分ごと化っていう言葉があるんですけれども実はそういう事態になった時自分ごと化しちゃ逆にいけなくて実は自分ごと化って自分ってあの漢字を見れば分かるように自分を分けるって書いて自分って言いますよねそうすすると基本的にですね。 自分と今目の前に起こっていることを分けちゃうんですよ。距離を持っちゃうんですね。そうするとあの基本的にはその事態の中に自分を投入することができなくなるんです。つまり自分っていうものが関わってくると厄ややしくなるわけです。 さっっき言ったように自分の保身とかすべううて自己否定されるとかそういうことが絡んできて判断状況を認識することをですねできなくなるわけですよ。ですから重要なのはいかに自分外しができるかそ,のそういう事態になった時にその自分というものをゼロにしてでその目の前にある事態と想定外の事態と一体になれるかどうか。